イラン戦後の森田さんみんながうすうす感じてたことが事実であることをうっかり言ってしまう。どうすればよかったのかははっきりわからない。考えすぎてパンクというか、もっとアドバイスとか、外からこうした方がいいとか、チームとしてこういうことを徹底しようとかが欲しい。おや？チームとしての徹底度が足りなくて試合展開を握られるということがゼロじゃないし、この大会でも少なからずあった。おやおや？担っているものを重荷には感じないけど、もっと欲しい。おやおやおや？こうしよう、ああしようという話はあったけど、深いところまではいけなかった。何かが足りないのか、やろうとしていることが多くて、むしろ捨てていくべきなのか、一つに絞っていくべきなのかわからない。ゴールキック一つ取ってもそうだし、もっといろいろ提示してほしい。結局、誰が出てるかの人次第、質次第になっている。森田は思ったことをはっきり言っただけでそういう意図はないだろうけど、これ監督費。